ちください。ではなんで占い、いや気楽に3試合やればいいんだけど、なんであんなもん、あんなもん普通記念進行なのに、あれ生きてるやつがいて釣られんだぜ。もうこっちみたいに頭痛いの、生きてるやつって。もう生きてるだけで、生きてても結局肝心なことはさ、ご機嫌取らなきゃいけねえってことを理解しねえから喧嘩売りまくってんのよ。そのままお待ちください。どうすればいいんだろうって。はい、生きるのもあれだけど、てる前に、怪しまれたら終わるよこのゲーム。朝が来ました。初日の襲撃はありません。8番さんが発言します。はい、自分占い師でした。ランダムで1番さん白でした。1番さん白、把握お願いしますね。穏やかにやろう。ってところで、でも負けても本当この位置弱いんで、霊能に関しては出てきてほしいです。騎士に関しては任せます。31番面だったら出なくていいけどねって思うけど、それ以外だったら22番面とか12番面とかだったら騎士に任せます。そこまで騎士出てほしいっていうふうには思ってないので。で、村に言いたいことがあって、村の人はね、ほんとね、役が一画した場合って、その役のグレランの、あ、グレランというか、ランテージに必ず従ってください。私はここ黒だと思うから、ここに投票するとか、意味わかんないことしないでください。占います。9番さんが発言します。はい、村人陣営でした。よろしくお願いします。そうですね。8番さん、1番に白出し把握しました。まあ、おおむね、占い師、8番さんの印象はいいですね。進行論も特に、僕の思考とも合ってますし、まあ、騎手は、釣り位置に入らない限りは、まあ、潜伏でもいいですし、出たければ出てもいいとは思うし。で、よかったのは最後の、その、趣味は、役、一画した役に、まあ、従ってっていうところですけど、まあ、確かに、票がばらけるのは、なんだろう、その、村が連れてしまう場合があるんで、票をまとめるっていう意味では、非常にいいなと思いました。1番さんが発言します。はい、まあ騎手は任せますって言ってたけどね、3人とかだったら出なくていいと言ってたけど、ね、若干違うこと言ったなって野球盤が思ったぐらいですかね。まあ、8番は特に新要素に強さってのは今のところないんで、当然ながら対抗が出たら、まあ、2周目以降の精査の中身次第かなって思います。まあ、結構なんか、まあ、考え方の違いとかで村か陣外かの精査する人がたまにいるんだけど、まあ、それが村がやっちゃうと結構負けに導く可能性って結構高いと僕は思ってるので、やめてほしいなって思いますね。俺はこう思ったけど、この人はこう思わなかったっていうだけであって、そのそう思わなかった時にその理由を説明されて筋が通ってる理由だったら別に何ともないんで。2番さんが発言します。はい、2番健太郎です。村人陣営で特に資料ございません。そうですね、まあ、8番さんに関しては対抗出たらでいいかなと思ってて、まあ、グレーではないんですけど、9番、1番っていうところね。1番さんは片白なんですけども、片白？うん、でいいか。で、1番さんの意見がいいなと思ってて、その意見の違いでしかないっていうところ、それは僕も思ってることで、で、僕の意見と違う意見を言っ
った。じゃあその人目線、その違う意見を乗っ取った、飲み込んだ上で、でその人の目線が合ってるかどうかっていうのを僕は精査していきたいなって、うん、思うんで、まあ一番さんの意見には同意。まあこれに関してはプラス要素でも何でもないんですけど、分かるなーっていうぐらいですね。はい、以上です。あなたの発言です。はい。まあ、味の進行本は、そうですね。まあ、普通っちゃ普通ですよね。うん。まあ、基本的に機種は、平和だけ出ればいいんじゃないですか。あれだ、あれ以外は出なきゃ、2、2とか3、1とか出る意味ないんで。うん。まあ、2、1だったら、まあ、しょうがなくかな。釣り押されて、まあ、仕方なく出るって感じなんじゃないですかね。うん。平和は出ないといけない。さすがに平和で潜伏する人はたまにいるけど、何考えてだろうと思うけど。認知は隠れられるなら隠れればいいし。あ、まあ、出たいなら出たらって感じだからね。無理やり出すべきじゃないと思いますよ。うん。騎士が出たったら、まあ、まあ、しょうがなくフルオープンに行こうって感じですね。一、二に関しては理由の話ですけど。まあ、理由がわかんないときどうする、どう対応するんでしょうね。全部綺麗に理由言ってくれる人ばっかりじゃないからね、このゲームね。はい。4番さんが発言します。はい、占い師でランダムで2番さん衆です。占い師でランダムで2番さん衆です。まあ、3番さん、8番さんへの、いや、進行論は、いや、8番普通だろっていうぶった切りは良かったんだけど、まあ、こうなかった3番さんが、だから、偽占いで8番さんのこと叩いていいんだけど、まあ、助言したいのが、で、ってなると、9番さんって、8番さんの進行論めちゃくちゃ良かったし、こう合いましたって言って、その9番さんに関し、9番さんとかがいたから、そこに対して3番さんは何も思わなかったのかなと思ったかな。まあ、なんか、8番の白崎1番さんに関しては、なんか、最後の方の、なんか結論が、なんかこういうことをした方がいいって言ってた時のなんか時間配分がちょっと下手じゃないけどなんか変だなと思っちゃった。なんて言えばいいんだろう。焦ってるんですかね、一番さんって。5番さんが発言します。はい、まあ占い師が2人出てるんですけど、8番さんに思ったことは、一角の指示に従ってくださいって言った時に、多分霊能のことを前提に言ってるんだと思うんだけど、自分が、占い師のカードを持ってて、自分が一角した時ってトップバッターじゃないですか。その時乱して組めるかなどうかなっていう、懸念と、あと従わなかった人は占いますって言っちゃったので、その場合って強人、潜伏強人は喜んで従わないと思うんですね、占い据えるから。なんかだからそういうところ危険があるので、なんか8番さんはうかつな発言したなと思ってて、あ、やばいな、8番さんにしか触れてない。3番さんは8番さんに対しての進行論の違いしか自分はこう思うしか述べてなくて、1、2ちょっと殴ったぐらいで、まあ、グレーだと3番さんがあんまりよくわからないって感じ。疲れたなぁ。6番さんが発言します。話あんまり聞いてない、うん、まあそうだね。まあ3番に関してはやっぱり、気になるよな、その発言っていうのは、まあ5番さんは結構その、8番さんに対しての指摘も入れてたんだけど、俺は結構4番さん8番さんっていうのは現状よかったよ。まだセンスついてないから、4番さんの指摘自体もまあまあまあ分かる部分もあったかなっていう感じかな。ただ1番さんがその焦ってるんですかっていうのは、ちょっとあんまり分からんかったかな、ぶっちゃけ言うと。まあ5番さんは、占い側は結構下に近いかなという感じで、現状3番さん、釣りたいかな。7番さんが発言します。はい、
まあ6番さん2周目もあるんで、釣りたいからって役が言っちゃうのはどうなのかなって私は思っちゃいます。いや、いいですよ、はい、これで俺のシーンを見抜けない村が悪いんだから。俺の責任は逃れられるんで。噂に関しては強靭面もないかなって思ってるくらい。俺8番に対して強靭の動きをこういうふうに説明するあたりが、あ、八四神教だった場合は分からないかなって小林さんに思ったくらい。勝つとか負けるとかどうでもいいから。ただまあ、真っ当だね。神奈村に説明するのもめんどくせえしまう。神奈村に説明するので。キューバに関、キューバさんに関しても2周目。84で言ったら、まあ、差はつけられないかな、今、現時点では。うん。ああ、でも寝ますよ。4番の1だからそういう発言ができて、8番は。死んでるなら、村が悪いでしょっていう。何も話してない。8番さんが発言します。あー、例の22ですか。まあ3番さん結構なんか役持ってそうな発言ではあった気はしたけどって感じはするかな。でグレーで言えば本気で5番さんっていうののお礼の指摘っていうのは真っ当です。認めます。そこは5番さんの言う通りとしか言いようがないっていう感じ。だから現状5番さんっていうのは俺結構白目に見てるかなっていう感じかな。で、2番さんも結構俺的には印象が良くて、その、なんだっけ、理由が大事とかって言ってたっけ？で、その2番さんが、1周目に言ってたことを実際に2周目も言えるんだったら2番さんも村置きできるかなっていう発言ではあったかなっていう風な印象なのね。1周目ではだから2番さんの発言にはすげえ注目して聞きたいなっていうところ。まあ4番さんの白先なんではあるけどね。で4番さんの正体に関しては現状全く分かんないかな。4番さんっていうのは俺の白先の1番さんに対してなんかすげえ雑な殴りを入れてきたんだけど、それに対して反応したのって霊能の6番さんだっけかなぐらいしかいないんで、って感じかな。5番さんが狼であの発言すんのは結構すげえなって思うかな。5番さん狼だったらまあかなりうまいなっていう風な印象かな。現状5番さんは村目です。9番さんが発言します。5番さん村目か。そうですね、まあこの状況になったら霊能からいくと思うんですけれども、例の言った3番はまずなぜ潜伏してたのかっていうのはしっかり言うべきかなとは思ってます。で、まあ、パターン的に強靭が出ることが多いとは思うんですけれども、だとしたら僕は3番さんの方がちょっと今のところ強靭っぽい感じは感じてますね。っていうのも、初週の2、1、2番さんに対する叩きがあんまりしっくりこなかったのと、まあ、その位置だったら普通に霊能で一周目で出てよかったんじゃないかなっていう。8番、先頭の8番が占いに出ているんで、なんだろう、まあ、俺はその盤面整理の観点でも、自分たちで考えたらいいんじゃない？出てあげた方が思考は進みやすいと思うんで。誰だっけ？もう8は偽でもう鼻から見てたんだったらあれですけど、どのキャラ使えば素材を占いが後に出るっていうのを考えてね。まあ、そうじゃない限りはトップバッターで占いが出てる以上は位置としては出ていいんじゃないかなと思いましたけどね。なんで潜伏流だけ気になりますね。今のところはだから3番の方が個人的には若干怪しいかなっていうところ。6番さんには特に黒っぽい予想を言えてないんで。
1番さんが発言します。いや、それって考えの押し付けでしょ。要は3番が仮に霊能を持ってるんだったら、8っていう占い受賞者がトップバッターで出てるんだから、盤面すっきりさせるために出るのが普通だと。だから比べた時に3の方が偽っぽいって言ってんでしょ、9番は。だからそれが考えの押し付けなんだって。普通に潜伏理由気になるとは言ってたけど、少なからず36の精査の人外か村かっていう要素に組み込んじゃってんだから、もはや結構微妙だね。まあ俺は4番から言われたことは、まあ、よくわかんないで終わりだわ。とりあえず生産性ないこと言ってるでってだけ。4番は、いや1番の要は発言の仕方の時間配分がちょっとなんかあんまうまくなかったねみたいな、焦ってんのかなとか言ってんだけど、いやそんなことないよっていう一言で終わっちゃうんだから。そんな感性で言ってることっていうのは、そんなことないよで終わり。普通にそれでも何も話議論進まないから、生産性ないことを発言するなって。単純に俺が一周目に言ったのは、考えの違いだけで人外か村かの精査をしないで、そこに考えが違ってもその考えの違う人の理由を聞いて、理由が筋が通ってれば怪しむ理由にならないよと言ってるだけであって、そこのなんか最終的な文言がなんかしっくりこなったのであれば、なんかそう思ってもいいんだけど、生産性ない、そんなことないから、それで終わり。ハチが5を村で見る理由は結構薄いなって。ちゃんが見れるんだ、あ思ったかな。指摘が真っ当だったから自分に、まあちょっともうちょっと深掘りすることはできるんだけど、持ってないまあ2日目生きてると絶対多分使わないけど、クレーのクレーじゃねえや、あのあれ狼くんのググプラムを2番さんが発言します。じゃあまず占い師からいこうか。占い師4番さんが1番さんに挙げている雑なことに関しては、まあ、なんか言ってること、1番を黒塗りしたいっていうような感じにしか聞こえないなって。4番偽だったら狂人なのかなっていう印象を抱いた。で、8番に関しては2周目の発言で、まあ、2番に対していい、さらに5番に対していいって思ったとき、まあ、2番に関してはね、2周目の発言、さすがにね、領地なしだけど、と、7番っていうのに関してが、発言したことに対してとか触れなかったのに関してはなんでっていうふうに思ったし、うん。あと、霊能で言うんだったら、6番が釣り位置上げたと思うのは、それを俺3番だと認識してたんだよね。まあこれ聞き間違いとかだったらあれなんだけど、と普通にそれで9番が3番のことを狂人っていうふうに見た。これに関してもなんでって思います。3番が普通にそんな釣り位置上げられて出てきたっていうんだったら、釣り逃れっていう可能性とかは考えない。それの狼とかは考えなかったのかなっていう。9番視点に対しても狂人って、3番の色が見えている狼っぽいなっていう印象が思ってて、うん、どうなんだろうと思ってます。はい、3番に関しては正直狂人か狼かとか出方、3番が釣られてっていうんだったら狼っぽさは強くはなってくるけども、うん、発言からは何とも言えないかなっていうような感じです。まあ今日霊能の発言精査しようと。あなたの発言です。はい、まあ、6番の色見ます。それだけです。狂人か人狼か、とりあえずね、1、2番に言うのはね、理由がなかったらどうすんの。うん、だから理由言わないから。うん、はい、9番とかも知りたがってるけど、うん、潜伏した理由、うん、理由言わないから考えなさい。あなたたちが考えるんだ、このゲーム。自分で考えなさい。あなたたちがやらなきゃいけないことは、8番どっちがシーンかってことなんだよ。うん、6番は、3番がシーン、6番が狂人か人狼を考えるゲーム。で、4、8どっちがシーンか考えるゲーム。理由がなかったら何もできないでしょ？うん。だから練習しなさい。まあ俺は理由言わないから。うん。なんで潜伏したか自分で考えろ。うん。で、なんで3番が死んで6番が狂人か人狼の人外なのか。自分で考えろ。理由がない時に解けないでしょ？なら練習しろ。
実戦ではうまく話せない人がいる。3みたいなシーンがいるんだよ。それでも感じ取れ。あ、6番の色見る。うん。自分で考えろ。今、霊能審議じゃない。もう3シーンで6が人外。で、4、8、どっちが真か。それを必死で考えなさい。理由がなければ何もできません。それが多すぎるんだ、人狼プレイヤーって。まあ、俺的には助かったよ。どこ釣ろうかなと思ってたから。まあ、気に入らないやつを釣ろうかなと思ってたから。21だったらね。うん。はい。21だったらどこでもよかったんで。21は基本どこでもいいんだよ。気に入らないやつ釣っとけばいいんだよ。わかんなかったら。ああ、まあ、黒要素があったらそこ釣るけど。助かりましたよ、22番面で。まあ、6番の色見ます。理由が全てになってる。理由がない場合どうする？俺は言ったよね、一周目に。うん。だから、この真偽考えろ。理由言わねえから、自分で考えろ。俺の真の理由。はい、以上。4番さんが発言します。もうこれでいいから、もう。はい。まあ、3番さん処刑します。まあ、これは理由があって、まあ、56っていう人物が連チャンで3番さんのことを釣りたがってるって言ってて、まあ、3番が霊能でできたのが、まあ、釣り逃れプラス、まあ、6番を道連れにしたい、まあ、対抗陣営であるから、対抗というか対立陣営であるから、出てきたっていう可能性が大いにあるから、3番さんの方が偽かなと思って、プラス3番さんの色を見たいと思った。5番さんが俺結構ムラらしいなと思って、これは、8番自身が狼だったときに、5番さんのことを、5番さん人狼だったらうまいですねって、8、5、ロロのラインが露骨すぎると思ったのと、まあ、3番さんと5番さんで加えた時の3号のなんか次押し方もにもあんま見えないから、まあ、5番さん白くて発言は真っ当だと思ってるから、まあ、5番さんは占わないですね。まあ、もっと言っちゃうと、俺は1番さんの発言、触れ方って俺は間違ってないと思って申し訳ない、これブライドタワークで申し訳ないんだけど、なんか最後の発言で理由をなんか全部伝えられてなかった感じが1番さんのなんか時間配分的なものに問題があったと俺は思ったんだけど、けど俺1番さん実は疑ってなくて、もう俺は7球どっちかに人外要素を持ってるんですけど、まあここは俺は占いで決めたいと思ってるんで、まああえて伏せときます、7球のどっちかに関しては。なんで僕が噛まれた時は5と1をまあ黒要素を拾えるまでは積極的に残してほしいっていうのが僕の発言ですね。今日は3番さん釣ります。まあ別に俺は語ることはないので、今日はゲームしようかなんで。5番さんが発言します。大事なのはこの試合をゆっくり見てます。はい、まあ霊能は3番さん職営でいいと思ってるんですけど、考えなさいっていうよりも霊能の審議考えるぐらいだったら占い師の審議考えた方が、建設的だと思ってて、4番さんに思うのは、まあ、1番さんに対しての発言もそうだったんです。1周目のね、2周目で、僕が3番さんを釣り押した、まあ、5、6が釣り押したっていう言い方をしてるんだけど、6はね3番釣りたいって言ったと思うんだけど、僕は、グレーの中では3番さんがわからないって言ったんですよね。だから釣ろうという意思までは見せてないはずで、ちょっと解釈をちょっと大げさに取りすぎてるかなって4番さんには引っかかってる。8番さんはまあ2周目、もうめんどくさいけど自分で考えるのも僕の発言をなんかすごい受け止めたなと思ってめんどくさいんで説明するのもめんどくさいんで、なんか攻撃してくんのかなと思ったけれども、そうでもなかったなって思ってて、まあ若干8の方が真かなっていうふうには見てます。出方でなんか、まあ、ただ別に、ね、あれだって2日目以降の占い結果っていうのなんで俺が真なのかって考えればれない限りは考えないことが問題だから、まあ、そこで信用勝負したらいいと思ってます、うん、考えたらいいんだよ。そんな感じ。グレーに関しては、まあ、7番さんはこの村はね占い師につけば勝てるんだけどね、2周目聞いた中では、まあ、2番さんの3番の真を追えないような村だから僕はなんか考えてロジック組み立てようとしてるなっていうのをちょっと拾ったかなっていうぐらいか。こんなので3番と6番の、ね、まあ、1番さんの4番さんに対する逆にヤバすぎて死んだんだけど、そこをね感覚で拾えないっていう、あと論調もね、だからねロジカルが重視しすぎて、まともなものだとは思ってる。だからあんまり 1,2 の囲い今のところは見えないかなっていう。本当に人外が劣ってればいいんだけど、人外がねその弁が立つ場合にちょっとやばい村の可能性があるよね。俺予感はしてますわ。ただ何も言わないです。別に。融合なら切るだけ。さすがに3番の芯は切れるでしょう。もう普通に6番芯決めてくれなきゃ困るから、さすがに。
もう3番はだって、グレー精査はゼロ、占い精査もゼロでしょ。いや、俺がやることじゃないからね。漢字取りしか言ってないから。で、途中の段階下でさ、4番が3番怪しい、5番3、3番気になる。俺のこと決め打たないやつなんだって、なんで俺のこと決め打たないやつ。3番釣りたいとまで言ってるから。うん、それすら気づけねえんだから。あの、普通に釣り、2番さんとかも言ってたけど、3番がこんな発言を人外にするんだって何も考えねえんだから。霊能俺新規、霊能新確定した場合っていうのは、3番釣りをされた中で、テーマにせっかく合ってるから理由は、理由を自分で考えてもらおうと思人狼っていう線もある。何も俺は言わないよ。うん、3番の色も見たいかな。テーマに沿ってんだから、自分たちで考えたら。まあ、もうあった、俺の責任じゃないからね。グレーも落とさない。占い精査も残さないから。じゃあそれ人外でやってんのかって話だけどね。人狼の線もあるかなと思ってる。うん、まあこれに関しては色んで。そうなった場合っていうのは、これ確かに、原神の素材集めまあ4、8セッションになった場合っていうところで、ちょうどよかったわ8番さんは5番さんのあと指摘っていうのを受け入れた人。で、4番さんっていうのは1周目、1番さんに対して、まあ若干黒塗りしようとしてたから、3番黒出た場合っていうのは、強人名があるのは4番さんの方かなと思うけど、3番白出たら、4番生さん分からんか、分からんかな。4番さんも3番釣りたいって言ってるから。はい。まあ、5番さんはでも白いんじゃないかな。普通に発言的に。5番、7番は、結構白目はあるのかなと思ってるから、まあ、でも占いは普通にクロスとかでもいいんじゃないかなと思うけど。変にさ、グレーで、あの、占ってバラバラになるよりは。はい、今日3番釣り。7番さんが発言します。はい、霊能は釣り切ります。84に関して、うん、遺言も別に惜しいんだから切るけど、8番が5番に対してロジカルだけで捉えてると偽要素満載だけどね。感覚とか違ったものを使うと、4番に対して3番の人って死んでしかないんだよ。8番の触れ方から狼はないんじゃないか、うん。でもそういうのは弱そうな村だなと思ってる。ただ4、8が神教だった場合って。そこだけ心配です。ただどうなんだろうなって思いながら聞いてました。説明しても、この人たちが自分で解かなきゃいけないんだよ。だから3、6釣り切ります、ね。自分で解いていかないといけないんだよ。自分で問題はね。2番さんに関しては私もいい印象だなって。4番さん強靭で置いた工作とか、8番の触れ方から強靭目があるって。一応ねレザーを90まで持っていかないと思うけど、で5番さんがね2番さんに対してロジックがいいって、考えながらロジック、考えながらのロジックで、それで白要素なのか黒要素なのかっていうのがよく分かんなかったんだけど、1、2を弾くみたいな発言をしてたから、いいっていう意味だったんだなっていうふうには思ったんだけど、ロジックを考えながら話してるのがいい要素になるのかなって思いながら、5番さんにはちょっと2周目落ちたなって思いながら聞いてました。9番さんに関しては3番さん強靭。じゃあ84の政策全くなかったな9番さんっていうふうに思っている。占いは1、2理由理由ばっかり求めてる人は占ってほしいなって、理由を自分で探す努力を怠ってるんだよ、ね、人が何か言わないから、はい、グレー精査しないから偽そう思ってんだよ。釣りをされたから偽。投票してください。今日はだから結構面白いんだよ。自分たちがどれだけ、俺がどれだけすごいかってことがわかるだろ。こんな状況でも3番、6番の真意し3番の真意を見抜かなきゃいけない。あ、本当に言っとくよ。うん。6、3の真意で。3の人が人外でこんなムーブ取るかって言ったら取らないから、まあ、俺だったら3番真意じゃないと思うけど。追放されるのは3番さんです。いや、俺は言うのは残さないですよ。考えるべきだから自分たちで。あなたの発言です。自分たちで考えるべきだから。夜になりました。そのままお待ちください。俺は特にまあいいじゃないって思ってるだけなんで、悔しくもなんともなくて、別に2になるのは追求でしょ普通は。でこれ決め打つだったら決め打つで、それは決め打ったやつらが悪いんだから。で頭でっかちに何も精査も落とさない4番5番とかいたらもうとんでもないなと思う。人外か村かは分からないけど、何も考えないってことが問題なんだ。考えたら分かるじゃん、3番らしいんだって。そのまま
お待ちください。でもそういう部分が弱いかもしれないから、頭でっかちにプレイしてるとダメなんだ。そうじゃない考え方も必要だってことが結構あるなと思うんで、まあちょっと使わなそうな人も一応素材とか集めておくわ。昨夜襲撃されたのは7番さんです。言いたいけどやっぱカブトムシの方がいいのかな。8番さんが発言します。今らしい7番さん、キュークロ、キュークロ、そうすると俺目線5番さんっていうのはまあ現状まだ全然白いと思ってるから、5番さん弾いて6番さん0でしょ、で対抗が9番さん黒って言ってるでしょ、そうすると消去法として2番さんなんだけど、2番さんの精査って結構俺真っ当だったとは思ってんだけどな。三白だからね、新郎新郎ってわけでもないからね。だワンチャン黒囲いもあると思うけどね。俺でね、反省会で多分ね、俺の責任だって言うから。まあ、7番さん占った理由としては、7番さんって3行くって言ってるくせに、なんか6番さん言ってるからね。やばすぎて死んでしょ。6番なんて表面上のものしか言ってないから。ただ、釣られるでしょ。何の意味があるの。一周目の発言に落ち度はないよ。むしろ人狼の真理をついてる。本当の真理ね。誠の理ね。誠の理と書いて真理。俺2番さんが黒の発言はしてないと思うんだよね。現状2番さんの黒要素っていうのは俺全く拾ってないからね。6番のローもあるけど、村が悪いんじゃない？で9番さんに関しても全然自分が責任取るべきだからね。ないから。こんな簡単なあからさまなやつを解けないんだから。自分で考えればいいですよ。自分の責任ではないんで。発言します。いや、8番さんちょっと待って。まあよかった。いや、僕正直84の精査が全然僕もついてなかったんで、まあ皆さんも多分そうだと思うんですけど、いや、自分に黒出してくれてマジでよかったです。4番さんが、まあ確実にもう偽なんで、僕目線ですけど、まあそうなってくると、てか、まず、レノの話ですけど、ロラじゃなくていいと思ってます、僕は。通常はロラだと思います。それは分かってるんですけど、今回に関しては圧倒的に3が2世、だっていうのはもう全員がまあ分かってるとは思うんで、この表結果だとは思うんですけれども、まず、あ、2、3、7が6人っていうのか、そうだね、7がロラって言い出したのもおかしいなと思って、8番さんの占いの理由も分かるんですよね。なんで6人入れてんのっていう、まずロラ提案もおかしかったし、あと圧倒的に3が2世じゃないですか、どう見ても誰がどう見ても。で、まあ、白が出てるんで、こいつの発言ってこうだろ。で、2番さん。初めから理由が必要だ。ね、そんなにおかしい理由マンって役に立たないんだけど、僕はちょっと、理由マンって役に立たないんだよ。それに対して文句を言ってる3番なんかもう圧倒のシーン。今日で、正しいこと言ってるんだよ、俺の方。今日であるっていうのに対して。理由マンは何の役にも立たないんだよ。9番みたいなモンスターを生み出してんだよ。地のならいいんだけど、からの村だったらこういうの生み出してんだよ。っていう線もあるよね。3番が偽だって言い放ってんだよ。で、人狼。理由言ってないからなんでしょ。理由マンって理由が全てだから。っていう。そうじゃないものを捉えてる人、3が死んでしかない。あ、俺なら3進進行、終わり。思ってて、何こいつ言ってんだろうってレベル。うん、だって3番ぐらいの圧倒のシーンになるんですよ。死んめないのに。だからこの村の弱点が、できるわけないのに。担当の審議を6が話してるから死になってる。6が人外で3が、霊能っぽいから言ったってもう取れるでしょ。1番、3が発言します。あ、静かに見てみましょう。ちょっと今、俺もちょっとカブトムシ取りながらやるわ。9番がその発言するんだったら、9番が釣られて6に色見てもらえばいいんじゃない？ 6 が生きてるかどうかは知らんけどね。噛めれないかどうかは知らんけど。
俺はちなみに初日のトップバッター3番手で8球っぽいなと俺は思ってたんだけど、言わなかったけどね。で今も言うつもりないんだけど、その理由は感性によるものだから。ただ俺は9番が初日の2周目に3番と6番の審議をかけた時の内容が9番の主観にかなり寄ってるなっていうもの、出方の話で偽気味な部分の様子を取ったわけじゃん。一応3番の1と2の指摘もしっくりこなかったとは言ってたけど、出方の部分で審議を図ったところは微妙だと思ったし、俺は8が5を白いと思った理由も俺はあんま納得いってないのよ。抽象的すぎるから、8番の口から発せられたものは。5番から言われたことは本当にごもっともで、その指摘をできる5番は白い、これが8の言う理由なんだけど、具体的な話がないんだよね。例えば5番からは捨て表になったところを占う、これって言っちゃまずいよねっていう指摘があったのとは別に、8が仮にトップバッターで占い師を引いたんだったら、平和村の懸念もして、平和村の時に乱して自分ができるかなっていう懸念をしないところがとかいう指摘もあったわけよ。そこも飲むんだったら、じゃあなぜ自分がその発言をできなかったのかまで言えないと、8は5を飲めるはずがないと俺は思ってるのね。で、まあ、ちなみに、まあ、1周目から俺8球だと思ってたから、9行くんだけど、ちなみに。2番さんが発言します。ああ、俺は9は行かなくて、6行きますね。はい。6行きます。だって9って別に8番が占えば行くね。4球の黒囲いとか。まあ、そこで考えればいいんじゃないかなって。まあ、黒結果打てば、9そのままオートですればいい、ね。7が噛まれてるの変だよね。6番ローカも、ね、思ってます。6番行こうと思ってます。やっぱり4番が、ジェンガイであれば強靭だっていう線が拭えないところがあります。っていうのと、あと、6番が投票した理由に関してなんですけども、まあ、3番は言ってることおかしい。おかしいっていうか、精査できないなっていうふうに思ってて、6番に関しては5番に対していい評価で、5番が1番2番を引いい評価している、その間接的な状態だった時って、3番を釣り押した6番で、7番が釣り押すの早くねっていうことを言っている。で、2番の意見としては、9番は3番強靭で見てるけど狼も悪くねっていうところを総合的に考えたら、まあ表的に見えるのは3番、7番とか見えません。なぜそういう発言が落ちなかったのかなって。で、3番を黒にするか白にするのか、いや分からんけど、どうしようかっていうのに関しては、新郎新郎とかで、こう、調子で合わせれるとかではなく、やっぱりそこが調子で合わないのかなって考えたら、4番強靭って思ったとき、6番ローの方が濃厚なんですよ、めっちゃ。はい、なんで6番投票したし、今日も6番いきます。はい、以上です。1は隠し4番さんが発言します。いや、2番さん最後間違えそうで怖いな。3番さん俺はもう偽だと思ってるから、最悪これで6番つった時に4番の芯が切られるっていう、芯決め打ちの時、4番が芯切られる時のケースが一番寒いから、4級の欄にしてほしいかな。6、3だったらさすがに遺言もしない3番だと偽でしょ。こんなシーン見たことない、俺は。さすがに。で、5番さんの村がこれで分かったか、9番黒によって。5番さんは、まあ、拡大解釈したのは申し訳ないけど、5番自身も3番さんに攻撃的な視点を向けてたと思うから分かんないって。まあ、そこが5、6にマイナス印象を抱いた3番の3番レーンが出てきたっていう線がめちゃくちゃしっくりくるんで、まあ、俺は9番を処刑してほしいから、なんなら4球のなんで4つられた時の6番の新決め打ちでもいいし、そこは任せます。ただ一番寒いケースが6つられた時の4番さんが辛いケースが一番寒いんで、そこは勘弁してほしいんで、6番積んだったら4番の新決め打ちしてほしい。まあ、9番が釣られて負けるなら、この人が頭でっかしすぎたってことだから。そこまで成長しなきゃいけないんだわ。
ちなみに俺9番さんが人狼だと思ったのが、うん、これ黒を狙いで占ってるんだけど、9番さん自身で3番さんの霊結果、霊能出てる霊能が出る意味ってわからないから3番をなんかなんちゃらかんちゃらって意味がわかんないしたけど、いや5番6番が3番マイナス印象抱いてるから、そういう次のが出てきた3番人外像って全然あるから、まあ、そこに関して9番さんが3番さんの陣が気づいたってケースもあって9番だった、まあ、ただ結果3番強人っていう結果だったけどね。以上。5番さんが発言します。はい、さすがに6神決め打ちでいいと思ってるから、9番さんが6神だと思って自分落ちれるって言うんだったら9番さん落としでいいと思ってて、6番さんが噛まれるんであれば4まで引き切りでいいと思ってます。6番さんが神だった場合って9番さんが村の時って6番さんが白って出したら今度8が神ってことになって4があれになるんで、あの8の占い先が優先されるんで、まあ9でいいと思ってますよ。で、僕目線も、もうあの、8、9、進路で、で、4の相方って2しかいないわけですよね。でも2が、1番っていう人が9行きますって言った時に、4、2、ロロだったら2番も6新決め打ちで9番行きますって言えばいいんだけど、6行くって言ってるでしょ？安定進行で。で、4が、2が間違えそうだなって発言。2、4のつながりが見えないんで、8、9フィックスかなって思ってます。はい。まあ、9番さんが真だったら、6番さんが白って出すだけの話だし。だって、3と6って3番の人って、6番さん噛まれたら4番さんまで引き切る。あ、俺3番のは陣内に見えないよ。3番、ってレベルだよ。3番と6番だったら6のは陣内に見えるよ。3の方がやばすぎて陣内に見えない、うん。やばい。今日4級の乱ね。さすがに3番遺言なくて、釣り押されて出てきて霊能もさすがに芯切れないの、やばいからね。うん。で、俺は、3番が本当は芯なんですよ。でもね、3番強心だから、ね、占い芯6、ね、あんまりね、ロジカルだ、ロジカルだを重要視してるから、世界に負けるべきだとは思います。たださ、2番さんってさ、もし4番2世で見るんだったら、4番強心ってずっと言ってるんだけど、2番さんはね。昨日の段階下だったら分かるよ、4番さんって1番さんに黒塗ろうとしてるから。ただ今日の段階下ってさ、4番強心だったら1番黒打つんじゃない？だから2番さんって初中から4番、強心塗りしてんのって4、2狼でライン切ってるようにも見えるし、まあ、8、9もあるかなって思ってるから、今日4番、9番の欄で。はい。2番さんもおかしかった。まあ4番9番で人外の方に確実に黒が落ちるから、3番強人だからね。はい。だからまあそうだね、どうしようかな。9番さんさ、3番2席命中だよね。で、まあごめん、今日俺9番さん投票するわ。で、9番さん白出た場合っていうのは絶対俺明日4番釣るから、それは約束する。で、俺が噛まれた場合それはそれでいいから、9番さん。俺が噛まれた場合。噛まれたら標準なんだけどさ。まあ、村が決めた道だからね。ドラをした方がいいこととね、3の人が極端なムーブを取ってるんだよ。このムーブをちゃんと審議するんだよ。話してる、3番の人の話してる内容は1周目に落ち度がないのに、3番が悪いって言ってんだよ。まあ、4と5が人外だったら別にいいんだけど。村だったら相当のミスリードしてて、3の人は落ち度ありません、1周目の発言。何も落ち度ないですよ、僕の発言は。正しい発言ですよ。勝手にね、その、ロジカルかぶれのやつらが作ってる常識をね、こちらに当てはめられてもね、レジェンドプレイヤーに当てはめられても話にならないんで。まあ、これはまあ、村は決める道なんじゃないですか。投票を終了しました。6番教授なら、まあ、吸収ロテばいいだけだから。9番、3です。1番隠しろ。発言します。26は見えない。29だったら2番も白なんじゃない？わかんない。2番ってなんかどこともつながってねえよな。どこともつながってないから9番ローかもね。96ローローとか4級ないでしょ。あの2番ってどこともなんかつながってねえような気がするな、この投票行動を見ると。だから2番はどこともつながってないだろうね。
2番がもらえれば、2番がローじゃない、さそうな感じの、なんか単独で動いてるような4番にセットわかるんで、そう、その提案できた5番も、いやでも人狼でもできん、どういうことなの、多分5番だったら4、2だったとこ、できんのかなと思って6を釣りたいの、釣る流れじゃないよね、強靭かどうかなんでしょ、そのままお待ちください、僕知らんでしょ、7騎士を乗っ取れる6級とかで9番の色しようと思う、要するに1はねもう隠し色なんですよ、多分1は隠し色だから、8番は2番の色どうなるかな、西を打ったらこれ8番なんかあんのかな、いやでも用意2番黒打てないってこともあるから、今日は完全モードみたいに見れてよかったな、昨夜襲撃されたのは2番です、ほらこれでも2番関連だぞ、やっぱり白だよね、2番って4番3が発言します、沖城の乗っ取りがないと4級ローの、はい、9番、いやでもな、OK、例のじゃあ8番さん釣りで終わりです、新郎新郎なのかなこれ、うん、言うことないです、新郎新郎の可能性がなのかな、うん、言うことない、決めてくれたんで4、6か8、9かな、うん、マジで言うことない。まあ、5番さんが一泊してるんで、5番さん進行決めてくれたらいいんですけど。だよね、2番ってやっぱりつながりがないんだもん。別に安定進行で別に4番一泊しろなんだよ。ですけど。いや、安定じゃないわ。俺的には安、ん？俺的には安定。だとすると強靭は果たして。うん、俺的には安定ではないのか。6強靭、8億回の世界線か。7騎士って設定？ 7 騎士じゃないっていう設定。まあいいや、5番さんに任せます。6行かなかった。2番噛んでるやつ、ね、7番噛んでるやつ。こんなの紙1見た瞬間に、6番がローっぽいんだよね。5番。でも、この人は頭でっかちの使いね騎士だから無理だね。まあ、8番さん行きます。6進決め打ち進行で、PP 起こってないんで、4番進ということで、はい、9クロ結果ですね。はい、8番さん行きます。いろんなことを考慮した場合に、6番に都合がいいことを起こりすぎて自分が噛まれてないのに何にも考えない人がいるからね。発言します。まあ、これって勝ち確なんだよね。8番さん、まあ、行くんだけど8級ローローかなと思ってるんだけども、あるとすれば、まあ、4級ローローの黒囲いもあるんだけど、まあ、ただ それでも3番強靭で釣れてるから8番4番釣り切りで勝ちなんだよね、これ使えないの3と6の審議、うん、3の人が中途半端だったら3番の方が偽はあるんだけど3の方が突き抜けてるから、だってこういうのが手ができない人の特徴よ、6番進行で9番黒結果出てて、なんであなたが残ってるの、3番強靭で釣れてるから4番2番が残って仮に9番黒囲いしてたとしても3番のことを死んだと思ってる人の方が消えていってる、この状況で紙1見ても何も考えないから、うん、まあじゃあ今日は8番さんから釣ります。ね。まあ、騎士が使えなかったっていうゲームだね。騎士が完全に使えないで。使えないやつとゲームするとまず無理。俺の責任じゃないよ。5番さんに言っとくよ。紙見たらわかるじゃん。これ結果見て、驚けばいいと思うけど、紙見たら余裕でわかるけど、ね。進路進路で4、6、ローローね。で、3番さん進ね。で、7番さんが今日ね。7番さんの今日目っていうのは、明らかに、3番さん行きますって言っといて6番に投票してるでしょ。あれってかなり共鳴じゃないの。5番さんそれ理解できませんか。5番さんの思考だったらそこまで理解できると思うんだけど。だから2番を噛んでいった。こんなもん7紙と2紙見た瞬間に6番だろうの2番の言うことってすぐわかるけど、騎士が使えなかったっていう。7番さんは明らかに共鳴あったと思う。あ、これは騎士が使えなかったですよ。ませんか。あ、絶対俺は4と6行きます。6釣りします、絶対に。8進進行です。4、6、ローローで間違いない。紙見れば分かるし、3番が進でしかないです。断言できます。はい、もう 6, が6の進は追わないです、もう。うーん、あ、俺すみませんね。これぐらい優秀なんですよ。他人がやってても分かります。まあ、客観的な状況を見れば分かります。黒を見つけられなかった占いっていうのも悪いのかもしれないけどね。
5番さんはまあとりあえずね結果見てビビればいいと思う俺を釣るんだったらね。はい、以上です。何にも使えない人って自分が残されても自分が正しいと思ってるから。1番こいつが俺への不当な黒塗りをして、何6を決め打つって決め打てねえだろ。なんかこのゲームにおいてさ、なんか結果見てビビればいい系ってさ、俺もうメタだとしか思ってないんだよね正直。まあ6番釣るんだけど、とりあえずね6番釣って、じゃあ4、8は考えるんだけど、8からアンサーもらいたいことがあって、初日の2週目に5番が村目に見えたんでしょ。その理由が1週目に5から8に対しての指摘が5もっともだったって言ったわけじゃん。5が指摘した部分っていうのが8が言ってた、あの乱世があった時に票ぶれ起こさないでくれと、乱世以外のところに票を投げたら占いますって、これって良くない発言だよねっていう部分と、もう一つあって8番がトップバッターの占い師なのであれば、平和村になった時に自分が乱指定を組めるかどうかの懸念をしなければいけないっていう5番の指摘があったと思うのよ。この後者の部分のにも飲み込んでるわけでしょ。要はそれも真っ当だって言ってるのであれば、まあ ね、なぜあなたはそれを言わなかったの。2番の発言から6番だろうって見えてきた。この位置だから平和村になった時に乱指定が難しいってなぜ言えなかったのか、うん、こういうふうに客観的にやっぱり見るべきだよね。それが言う時間がなかったとか、それ自体は頭にあったけど、うん、いい他の進行論を言ってたとか、そういうものであれば5番はただの上げ足取りなの。でもあなたは全てを飲み込んだんだから、なぜ1周目に5番の言っていたそれ以外の要素で拾ったら2番みたいな平和村になったら乱指定ができないかもしれないっていう懸念の部分を言わなかったのかを論理だって説明する必要があるから、これに対して8番さん一つのお勉強としては良かったね。うん、投票を行っています。意思は変わらないでしょうから、そして恥をかく。こいつが俺の責任にしたらそれまでのレベルだ。自分自身にある、自分の精査ができなかったことは自分の中にある。こんなにいろんなデータが出てるのに、こんなに面白いぐらい不思議なデータが出てるのにね、自分さえ生き残ってるっていう。投票を終了しました。それで心変わらなかったらこいつが悪い。追放されるのは8番さんです。試合終了。敗北しました。と思ったら乗っ取られたんだね。